はい、今回はですね、取材能力について各メディアに対して私がね、まあ僭越ながら評価をさせていただこうかと思います。今回週刊文春からですね、例の財務局の職員さんのお亡くなりになった方の手記が出されました。でも本来はですね、これ NHK がその莫大な取材費、そして予算、こういったものをかけて、人材をかけてですね、その NHK の、ね、受信料の集金するエネルギーがあるんだったら、こういった問題に対して真っ先に取材を成功させて NHK からドバーンと報道していただきたいなと思うんですよ。なんでね、週刊文春みたいな、まあ、申し訳ないですけども、一雑誌社がこれだけ重要なスクープを捉えられるのか。 NHK の取材能力の方が高いはずなんですよ。そして NHK とは言わない、民放とか各新聞社、こちらの方も完全に記事が出遅れてます。取材能力が低いのか、もしくは私はね、取材できるんだけどもあえてしなかったんじゃないかなと思うんですよ。そして週刊文春で記事が出たら、こういうふうに新聞でね、取り上げられる後追いなんですよ。でしかもその報道の仕方が、まあ前者ではないんですけども、こういう報道の仕方なんですよ。週刊文春にこんな記事が書いてありましたみたいな言い方なんですよ。要するに報道してる方が責任を取らない形で、週刊文春でこう書いてたというね、そういう言い方をしてるんですよ。まあ週刊文春のね、発行部数が上がるんで、それはそれで宣伝してくれていいのかもしれませんけども、そういった及び腰ではなくって、やっぱ取材能力の高い NHK が真っ先にこういうふうな国民に対するね、国民に忖度してくれって話なんですよ。だから山本太郎さんじゃないですけどもね、国民が知りたがってることとかを真っ先に切り込んでいって、うん、やっぱり私たちに伝えてくれれば、私たちは喜んで受信料払うわけですよ。でもなんですかね、官邸の不利なことはね、もうやらないとかね、後追い取材が関の山で、まあ中立、そういう時だけ中立なんですよ。こういう意見もありますし、こういう意見もありますみたいなね。でこの件につきましては、予算委員会でも野党の追及がかなり鋭くて賢かったわけですよ。はっきり言って今の野党は能力が私は高いと思いますよね。高いんだけども、野党が能力が低いという報道を NHK 中心にするものだから、多くの方は誤解するんですよ。予算委員会を一日中ね、私みたいな暇な人間を見てると、あ、すごいなと思いますよ。野党の追及ってのはここまで調べてきてるのかと。それこそね、どの報道機関よりも取材能力高いなと思うわけですよ、うん、でもそれに対して野党の答えって、野党じゃないわ、その政府の答えっていうのはね、すごく曖昧なんですよ。個人的な見解を言ってすいませんでしたとかね、うん、まあそういう解釈もありますとか、調査する必要はないと思いますみたいな、のらりくらりかわしてるわけですよ。まあ腹が立ちますよね。で今回みたいな遺書というかね、手記が出てきても相変わらずとぼけてるわけですよね。でそうではないだろうと思うんですよ、うん、一体ね、誰のための政治をしてるんだってことなんですよ。でここですね、そろそろ動画をまとめていくんですけども、一つはですね、報道機関の取材能力の低さについて私はね、本当にがっくりすることと、もし取材能力が高くてそのまんまその能力をね、持ってるんだとしたら、多分これは取材できるのにあえてしていない、もしくは取材をしたんだけども、隠しているってことなんだろうなと思いますよね。でもう一つはね、やっぱりこう思うんですよ。確かに真実を目にすること、真実をね、受け止めることは本当にね、怖いことかもしれないんですよ、ある意味ね。それでも私たちは見たくないものを見ながら生きていかなくてはならないんですよね。隠したからといって何も問題解決しないんですよ。そういう意味で言うと、やっぱ小川淳也さんのね、言葉を借りたいんですけども、立憲民主党のね、小川淳也さんがこう言ってました。確かにこれは政府が揺るぐことになるかもしれないと。でも政府が揺らいだ分、社会は揺るがないものになるんですと。でも政府を揺るがないようにすると社会が揺らいでしまうんですよってことはね、そんな感じのことを言ってたの、これ非常に私に胸を打ったなと、今の時代だからこそ言えることなんじゃないかなと思いますよね。はい、本当にね、各種報道機関頑張ってらっしゃる方もいるんですけども、ぜひね、末端で頑張って取材している人の苦労をですね、まあ、踏みにじるような上からの要求、上からの命令、上への忖度みたいなことが起きないようにしていただきたいと思います。結局そういうことの積み重ねの上に、お亡くなりになったね、赤木さんの無念もあると思うんですよ。もうね、上にこびて下に圧力をかけるようなことやめましょう。やっぱりね、下に弱くて上に強いみたいな、そんな中間管理職で私たち40代50代いたいと思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。